チッス。ここは。今日は歌ってみた撮ります。ああ、とうとう。とうとう歌ってみた撮ります。スタジオが近くにあるってことです、ね。近くにあります。ちょっとだいぶ高揚してます。まあ、トレンディーの斉藤くんのチャンネルで、はい、トレンディーの斉藤くんのチャンネルで水平線、はい、歌ってみた。正直僕自信なかったんですよ、はい、思った以上に反響があったということで、はい、じゃあこっちのチャンネルでも歌ってみようということで、はい、ちょっと1個いいですか。どうしました。こめかみの絆創膏なんですか。あ、これね、はい、喧嘩した。え舐めてたやついたからボコボコにしてやったよ。大丈夫でした。あ、余裕だったよ。じゃあよかったです。もう舐めてきたからさじゃあいいんですか。うん。じゃあもう、じゃあスタジオ向かっていいですか。いや、ちょっと行きたいとこある。ちょっと寄りたいとこある。え、うん、行こうか。はい、行きたいとこって、うん、コンビニだったんです。まあコンビニ、まあほら歌うからさ。はい、何買ってるんですか。いや、喉の調子とかあるじゃんなんで見せてくんないっすか。え、なんで見せてくんないっすか。いや、そんな大したその肺に体でしょって映すような大したものじゃないし。あ、なんかネタとかじゃないんです、ね、ネタとかじゃない。だからもう普通にその喉の調子とかあるじゃん、歌う前に。まあまあ、そう、そういう感じ。じゃあ早速入っていきたいと思います。失礼します。あ、どうも、よろしくお願いします。あ、すいません、改めまして、中澤さんです。はじめまして、高澤と申します。はい、トレンディの斉藤くんの時に、はい、サウンドプロデュースさせていただいて、はい、で、その今回あれが良かったということで長澤さんに相談させていただいて今日撮るということで。そして長澤さん、そうなんですよ、今回、はい、この音源、はい、カナダさんスペシャルで伴奏を作ったんですよ、はい、なんでコーラスも、レオということで、はい、コーラスさせていただきました。シンガーのミカさんも。ミカさんがミカさんがコーラスしていただく。知ってたんですか。ミカさんの初めましてですよね。初めましてのミカさんねえ。じゃあ、もう撮られたんですか。今もう午前中撮って。 ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとミカさんのコーラスがより良くなるように僕も、より良くなるように、相乗効果で、はい、よろしくお願いします。しっかりやりましょう。今日の主役ですから、ね、いやちょっとね、バッチリ決めていきましょう。ちょっと早速ちょっと準備の方いいですか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。カナダさんの斉藤さんのやつはどうだったんですか。はい、僕は途中で抜けちゃったんで。ああ、そうですよね。上手にいったんか。なんか最初すごい緊張されてて。緊張しますよ、僕シラフで歌うってなかなかないですよね。で、なんか普段お酒飲みながら歌う。そうなんです。あ、そうなんです。カラオケとかで、ね、そうそう、ベロベロじゃないと歌えないっていう、はい。この間トレンディエンジェルの斉藤さんにお会いしたんですよ、はいはい、で、カナダさんとのコラボすごいバズってますねって話したら、はい、コメントがカナダさんの褒め言葉ばっかりでぼやいてました。ちょっと斉藤くんと一昨日会ったんけど、なんかお互いにそのことは全く触れずあんなに回ってるの。そう、斉藤くんちょっと気にしてるんじゃないか。だから俺もなんて言ったらいいかわかんないから。歌ってみた自体は、はい、ほぼ初めて。初めてです、初めてです。だって歌は正直そんなに やろうとも思ってなかったんですから。そうなんだ。から斉藤くんのあれでちょっとやってみようかなと。でも代表曲 何曲もあるじゃないですか酔っ払ったらね。いやいや、あ、俺のね、はい、いや、おなら恥ずかしくないよが斉藤くんの方のチャンネルでやって全然回ってないのあれが恥ずかしいよおなら恥ずかしくないよが回ってないのが恥ずかしいよ本当に。わ、来られちゃいますよ。やっぱ飲んでないと歌えない、やっぱり改めて。だからお酒飲んで歌ってみたにしたいんですか。申し訳ない、ちょっとやっぱシラフだと。何か変わるんですか。やっぱり感情的なもの。感情、じゃあすみません、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありなんですね。どうですか。でも入っていけそうですか。今のでもうかなり高揚してる。あ、うん、喉越して喉が開いた感じ。やっぱ喉の調整大事だから。喉がパカッと開きました。今いい感じにお酒入ってきたよ
じゃあ早速いけるということなんで、はい、歌詞ですね。歌詞です。うわすごい、あっすごい、この中でこういう感じで撮る、うわすごいめっちゃテンション、あっここにもカメラが、あうわすごい、なんか本当に歌い手さんになったようないやーちょっともうちょっとだけ、ああうん、用意してたんです。やっぱ入らないと、本当に片思いしてる気持ちになりたいから。片思いしたことなんかないんだ。あるし意味わかんないし、は意味わかんないし、あるし、はむちゃくちゃ片思い多いし、はそうなんです、多いしたとえば君の顔に昔よりシワが増えてもそれでもいいんだ、僕がギターを、僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は、はい、ありがとうございます。いいですね、あの、分かってようが1回目より2回目の方が感情こもってたのがすごい良かったです、うん、ちょっとハイボールが効いてきました。いいですね、はい、で、その調子でちょっと好きだよもう、はい、もう少し、あ、分かりました、感情が入ってたか、はい、ないようだに夢が叶ったの、愛が溢れてゆく、めちゃくちゃいい。え、聞いてた？聞いてました。正直どう思った？マジで、めっちゃいいなと思いましたやっぱ感情が入るね、やっぱお酒飲むと、はい、あの、お二人も言ってましたけど、うん、声に合ってますね、うん、あ、本当？はい、この曲が、はい、僕原曲聞いたことないから余計だ、もっと高いな、例えばぐらいの原曲例えばぐらい、あ、ちょっとバカにしてる感じになっちゃうからそのなんか本当は、例えばぐらい高いの、女性の歌ですもんね。そう、女性の歌、エメさんというすごい綺麗な、鬼滅の2期の、そうよ、めっちゃいい、僕エメさん好きなんで、だから例えば、まあちょっと出ないから、はい、例えばぐらいだったら、いや、かっこよかったです。あ、ほんと、しっとり、長澤さんもすごい褒めて、うん、まあ、いや本当にいいから、そう、またね、本当でも長澤さんに乗せられてる、正直もう本当に、いや、まだよかったなとか言ってくれるとめっちゃ嬉しいし、うん、ちょっとあとなんかやっぱモテそうな、なんかカラオケ、それこそ本当にそう、歌声はね、俺ね、カッコつけてるように、だからカッコつけてるとか言う、やめてよ俺の歌声ほんとこれだからえ、視聴者のみんなにってことですか？そう、視聴者のみんなにやめて、そう、ネタはせーつとか、はい、ずくね、ずんびんぐんとかやってるけど、はい、歌声俺ほんと低いのよ、俺もともと声低いからはい、はい、これもちょっと張ってるけど、はい、本当はこれぐらいで喋るから本当はこれぐらい、例えば君のだから、そう、でも順調ですごい良かったです、はい、本当に長澤さんが本当に褒めていただき、ありがとうございます。ちょっと小休憩して、そうね、ちょっと休憩しよう、はい、自分の声で酔っちゃらっぱっちゃっためちゃくちゃいいっす、この楽曲作っていただいた楽曲めちゃくちゃいいっす、マジで。ねだり合いしてる、いかがですか、うん、すごいですよ、いいと思います、はい、多少ちょっと細かくこっちで調整すれば、はい、より馴染んでよくなると思います。はい、はい、そしたらですね、これで全部撮り終わりましたんで、あ、終わりですか、はい、あ、ちょっとこっちでチェックしてみましょうか、 ありがとうございます、はい、すごい、うわ、楽しみ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありました。いやー、ちょっといいお酒が入りまして、お二人に指導していただきまして、いい感じになったんじゃないでしょうか。いかがでしたでしょうか。本当に、はい、今回すごいのできちゃったんじゃないですか。本当ですか。あ、愛してる、めちゃくちゃ良かったです。あ、嬉しい。最後の愛してる、はい、こだわりましたもん、ね、めちゃめちゃ良かったですね。正直恥ずかしいです。ちょっと2杯だけだとまだ恥ずかしさ、照れ正直あるけど、でもお二人に言っていただきましたから、ちょっとこれは楽しみで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、よかった、いいの撮れました、本当に、うん、エメさん、ありがとうございますこれもう、うん、でもこの動画流れている頃には、はい、出てるんで、そうね、なんすごい再生されてますかね、うん、すごい、まあ目標は100万
まだこの3桁はこの般若金田氏を子供たち聞けしか言ってないんで、はいはい、3桁いきます。じゃあ楽しみ、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。だし